大井の御門家信は、江戸時代後期の苦行。右大臣、大井の御門どつの三男。下には、十一位、右大臣。大井の御門家二十七代当主。任工天皇、公明天皇、明治天皇の三長に渡り使えた。大井の御門どつの三男として生まれたが、自重大井の御門ど長、左小野江県中条京、尚の兄二人が創生したため。 生画家多の御門家の着難となった。文政2年に除釈してから生画家当主として早い、スピードで昇進し、自重、右子の絵剣少将、左子の絵剣中将などを歴任、文政11年に厳伏し、天保2年には13位となり、苦行に列する。その後、東佳世知絵外弁や剣中納言を経て、安政元年には、県大納言に列した。安政5年には、 日米修行通商条約へ直挙を出すことに反対するため、中山忠康、岩倉智美らと共に88教の一人として、抗議の列3をし、直挙を阻止した。しかし、それが原因で、同年、井伊直介による政治弾圧、安政の大国に連座する。文久3年に、右近の絵大将、右馬司五官となる。 慶応3年に内大臣、さらに右大臣に就任した。明治元年に、任職を辞す。以降は政界を引退し、京都西都の町北側で暮らした。この行く間が、公爵に助せられた。参考以降緑行部人幕末明治住職部人不所藩一覧、東京大学資料編纂所書データベース。ありがとうございます。